皆さんこんにちは日曜爽やかトーク香川秀樹ですこんにちは兵庫県広報専門員の清水直美ですで今月も井戸知事とともに番組の方を進めていきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますさて4月に入りましてですね街でもあの真新しいスーツ姿の人をよく見かけますねそうですよねこ、えー、の兵庫県にも今年205人のフレッシュマンが入庁しました事務と技術の職員がね、はい、約100人なんですよそれであと100人はね 病院局、あ<ー>いろんな専門職の方々がいらっしゃいますね、はい、その方々に、かな今年は、どんなことをお話しはね、あのー、まずは勉強しろって言った、ね、<laughs> 勉強しろ、それから仕事は県民目線だぞ、でそれから仲間を作れ、はいえー、それからあの専門家になるとともに、はいあの、総合的な視点を忘れる、はい、こんなことを言いましたね。あ 私も先輩としてしっかり応援をしたいと思います。はい。はい、さて今月はですね、平成27年度の県政をテーマにこれから話を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。どうぞよろしくお願いします。 さて今年は阪神・淡路大震災から20年という節目の年にあたるわけなんですがこの年にあたって知事が実は2つのことを決意したということですね。そそうなんですね、はい、その内容がこちらです今年のね1月17日に阪神・淡路大震災から20年、はい、被災地の私たちですのでこれからのお課題っていうのを考えましたときにやはり安全というのをですね あの第1位に取り組む必要があるのではないかと決意しましまたつまりあの安全が確保されて初めて我々の生活もそして社会活動も経済も、はい、展開できるわけですので,、うん、でもう一つはですね最近あの国自身も地方振興をしなきゃいけないということで、はい、地方創生という形で目を向けてきたということはとっても あのいいことなんですがそれはなぜかっていうとですね物、えー、も,も情報も人もお金も全てが東京一極集中してるんですね、はい、どん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 ガリバーみたいに東京が太ってですね、うん、で地方は痩せ衰えて倒れてしまうかもしれない。うん、となると東京も崩れ,崩れてしまう倒れてしまうというそういう懸念まで出てきてる。だから地方を元気にしななきゃいけないといけとう意味で、はい 一極集中を是正ということが大きな課題になりました。はい、それともう一つはね、まあ日本全体が人口減少なんですね。はい、だからその対策をやっていく必要がある、はい、ということなんですね。うん、で、国は地方と言ってるのに我々地域と言います。それはなぜかというとですね、あの中央対地方という、うん、あのまあ言えばあの対抗概念なんですよね。うん、ですから我々地方に属してますから。 地方が地方というのはマッチしませんので <laughs>、はいええ、それであの地域創生ということにいたしました。なるほど。はい、まあこうしたあ兵庫県を作っていくために土台となるのが予算なんですよね。はい。こちらがこの今年度の当初予算です。はい。あのー、一般会計っていうのは基本的にあの。お 重要なんですが、はい、私たちの生活に一番関連するんですけども、一兆九千二百二十億円でちょっと減りました。うん、あの減った理由は、ですね、社会保障関係増えているんですが、中小企業の制度、金融の規模を縮減しましたで。はい、それにの影響です。えー、公益の会計は、事業がだんだん少なくなってきて、三、うん、兆四千二百二十五億円ということで、はい、若干の,の縮小という,<小>う予算になっています。はい では続いて、この一般会計の中の歳入と歳出をちょっと見てみたいと思います、はい、歳入はですね、あの県税等が約8000億ありまして、はい、1000億近く増えたんですね。ところが、税が増えると交付税は減らされますので、交付税が減りました <laughs>、うん、それから歳出の方はですね、人件費はまあ横ばいですね、ほぼ、はい。 ただ、社会保障関係費をご覧ください。三百三十八億円増えてます。うんうん、まあ、これは社会保障と税の一体改革で、はい。あの消費税が5。五パーセントから八パーセントに増えて、その三パーセント分が。支出に。の財源に当てられているわけですから。こういう結果になったと。いうことだと思います。歳出全体としては二百八十億で減らしてはいるんですが。それでも四百三十億。 お金が足りない,はい、はい、これはちょっとわれわれ心配なのはこれはどうやって工面するんだろうっていう。退職手当債というのはですね実を言いますと計画的にあの県職員の定数を下げてきてるんです職員の定数が減るとですね結局給料をこれから払わなくて済みますね。はい、それだけ 財政力ができ、はい、高まったわけですね。うん、それを担保にして。発行するのが貸借手当です。なるほど。はい。それから、あの、行政改革をいろいろ積み上げまして。支出、うん、削減に伴う効果を担保にして。発行するのが行革債なんです。はいはい、だ、この二つで四百億調達しまして。うん、あとは、経済管理基金という貯金を取り崩そうということで、埋めさせていただいてます。はいはい、まあ、ただ、あの。 年度末にはこれを430はもう少し縮減するんじゃないかなと期待をしております、はい、さあ今後ですねこれどういうふうに推移していくかということなんですがこれがね行財政、えー、構造改革の一番のポイントなんですね第3次行革プランの財政フレームを試算し直しました投資予算の編成に合わせまして、はい、それであの 平成19年は1280億があったんですね前ですが。はい、で今年が430なんですが、うん、来年32029年度は140、はい、で30年度は25億のプラスの見通しを立てることができています。 さて今年の2月に、ね、321億円という、まあ、補正予算を組んだわけなんですけど、まあ、これはいわゆる緊急経済対策と考えてい,いわけですかそうですすそうね大部分はどちらかというとこの災害とか、ね、災害危機への対応ということで補正をした部分が、まあ、いわゆる公共事業ですがそれが大部分なんですけど基本的に国はです、ね、消費拡大に使ってくれるという話なんです。 で消費拡大、で、あの、商店街買い物ポイント事業ということにしたんです。どういうことかというと、一万円買い物をしたら、二千円の。あの、プレミアム引換券をあげます。それでまたそこの商店街で買い物してください。それ以外の商店街では買えませんよ。というポイント事業なんですね。で、これをですね、県下の商店街で大いにかつ。 あの活用してていただこうと思ってますそれから、ね、兵庫気遣い王国ポイント事業というのは新築とかリフォームを、うん、あの兵庫県産材を使ってやったところに例えば新築の場合ですと15万円相当の農産物を、はいえー、45回に分けてお送りをするこれ面白いと思ってるんですよ、うん、結構ね。うんはい さてですね。ここからは、えー、最初に、えー、聞きましたこの震災20年の決意に関わる具体的な施策について、えー、まず一つ目は安全なふるさと兵庫なんですけども、はい、まあ何より急がれるのはやっぱり災害対策ということになりますね。そうですね。はい、そうですね。はい、先ほど言いましたように安全の確保っていうことを大事にしなきゃいけません。うん、で、えー、まず地震津波対策なんですが今回強調しているのはこの部分型耐震化なんです。うん 例えば一部屋だけ耐震化するとかね、はいはい、リビングを耐震化するとか一、うん、部屋耐震化していればそこに,に逃げ込めば大丈夫だというケースと、うん、それから屋根を吹き替えて軽くするとかね、うん、それからもう一つはねもっと簡易な方法でほどつきのねベッドがあるんです、はいはい、でそういうね安全ベッドを設置されても10万円低額助成をしようと、はいはい、こういう形で住まいの耐震化をですね、うん 進めたいと考えています。え、続きまして、こちらです。旅館ホテルなどのようにね。規模が大きくて。利用者が多いという。そういう、あの。建築物の耐震化なんです。三階建て以上で。え、しかも、五千平米以上を原則にしています。と、県内、あの、温泉地も。あるですかね。ホテル宿泊所。結構ありますから。かなり。 対象になるんですね、うん、で、災害時に避難所としての機能を引き受けますよという建物については、はい、自己負担を15分の4<ー>15分の11は、はい、国県、はい、市長で持ちます、はいはい、津波対策はですねあの防潮堤の対策を行うっていうのが基本なんです東日本クラスのような あの千年に一回とか言われているようなのはもう防潮堤では守りきれません。ということで越流対策をいたします。それから液状化して沈むんですね防潮堤。ですから沈まないような対策をします。それからの河口にですね水門がないと津波が遡上して川をずっと遡上してですねそれで溢れるということになりますから水門を河口に整備します。この三つを物理的に行うことによって。 昨年のシミュレーション結果ではです、ねはい、犠牲となる方が2万9,000人、うん、これが400人内外に削減する、えーはい、それからあの次は去年の8月の、ね、大雨に伴います、はい、大きなあ土砂災害が起きたわけですが基本はです、ね、砂防堰堤を作るまたは地産ダムの整備していくという物理対策なんですけれども。うんうんうん やらなきゃいけないところは一万箇所以上ぐらいあるんです。そうなるんですか。そうなる。はあ、で、危険度の高いところからやろうということで、うん、総点検を、はい、させていただいて対応してまいります。それから避難所と井戸設置事業ってなりますが、はいうん、あの私が駆け巡るんじゃないんですけど。はい、あの井戸井戸水が使えるように水を確保しようということで,、はい、で、これはですね。ええ 私もあの東日本大震災の被災地で避難所で経験したんですけれどもねやっぱり水がない飲み水がないところでね清潔さをどうやって保つかであの水さえあればですね飲めなくてもねあの手を洗ったりトイレを掃除したりできるんですよねだから水を確保することが非常に重要なんであの当面今年度からあの29年度までに3年間で えー、760箇所の主として小学校ですが、はい、避難所に移動をほってもらおうと、うん、いうことです、はいまあ、しかしこの阪神・淡路大震災そのものを、まあ、20年経ちましたけどこれ語り継ぐことというのもすごく大事になってきま20年記念事業ということでね、うんあのー、県民総参加で「えー、忘れない」「伝える」「備える」はい「生かす」というテーマで。はい 1>, 1年間の発信事業をやってきたんですがこれからも「1.17」は忘れないという取り組みを続けさせていただきたいと思っています、はいはい、これ3月の中旬にあの国連防災会議というのに出席されてるんですね。はい、えあのー、これはね,ね、えー、10年前にね 2>、はい、第2回国連防災会議は神戸でやったんですよね。覚えてられると思いますが、はいはい、その時に決められたのがですね,ね 兵兵フレーームワーク兵庫行動枠軍だったんです。で、その行動枠組みに基づいて10年間、はい、世界中の各国が、はい、あの防災対策減災対策に取り組んできたんですね。うんうん、で仙台に行ってあの世界中の認識が変わってきたなと思いましたのは非常に多くの国と大勢の方々と、はい、10年前と比べて閣僚の参加がものすごく多かったんです、ね。 今回知事はその中でどういうい提言をされたんですかえ地方自治体レベルでの,、うん、あの原災防災の協力関係っていうのを築くっていうことは非常に重要だし、はいうん、それから地方自治体国だけではなくて地方自治体の役割っていうものを、うん、あのきちんと据えるべきだ、うん、位置づけるべきだっていうことを提言し,、うん、してまいりました。はいはい、それは今度の仙台あの防災枠組みに、はい 取り入れておられます。はい。はい、さてですね、この一年をまあ志明さん振り返っても、はい、本当にあのいろんな事件や事故がね、えー、あったわけですけれども、はい、さあ続いてはちょっと安心について。はい。はい、まずはあの防犯カメラの設置をですね、はい、増やそう。うん。これまああの防犯検挙の相当役に立ってますよ、ね。そうですね。それとね検証、えー、にもなるんですよね。えー、それから子どもを守る百当番の家とか店。 あの旗を立って,ておいてもらって。それであのその、そのうちへ入院こんばいいんだ、うんと。こういう、あの。地域が一体となった見守り体制を作っていこうということです。はい、それから、あの、地域安全 S. O. S. キャッチ事業というのをやってまして。うん、あの匿名でもですね、相談できる。うん、電話相談なんです。うん、変ななだけでいいんです。うんうん、あの、そして、つないでもらったら、うんうん、我々が、あの関係機関に情報。 回してできちんと調べます、はい、こういうあの仕掛けを用意しているんです、うんはい、ぜひフルって活用していただきたいと思います、うん、はいそれからもう一つ、はい、あの今回条例であの自転車の安全適正利用に関する条例というのを作らせていただいたんです、はい、最近自転車事故多いんですねそれしかもねその事故がね、うん あの例えば死亡に至るとかねうん、うん、大けがをさせるとかっていうことまであるんですねうん、うんうん、そで,すねでその時に加害者も被災者も大変厳しい思いをされるのが、はい、その保障の問題なんですねうん、うん、ですからあの自動車のように強制保険ではないんですけども、うん、あの自転車の保険に加入することを兵庫県としては県民の皆さんに 義務付けをさせていただこうということにいたしました。保証が五千万円まで、結構厚いですね。ということで年百一千円、保証は厚いけれど支払いは少なくて済むとって、ぜひ必ずお入りいただきたいこれは十月からもう義務化される、十月から義務化しますが五月一日からあの保険自身は動き出します。そうですか。さあ続いてはもう一つの決意。 地域創生の推進というところなんですが、はい、これもかなり積極的な取り組みをされているようですね、えー、あの私どもとしてはまず兵庫地域創生条例を、はい、あの可決していただいたんです、うん、それからあの地域創生本部を、うん、作って総合戦略を立てて、はい、そして推進を図ろうと考えています、うんうん、戦略の 基本的な柱はどうなるのかというと人口減対策とそれから地域の元気づくりという2本なんですが、はいはい、人口減には対策には自然増対策と社会増対策を2つに分かれると、はい、じゃあちょっとそれぞれを見ていきたいと思うんですけどもそれで自然増対策なんですけどもあの本県の場合すでにな取り組んできたんですが子ども未来プランっていうのを作りましてね、はい、今回は、うん、あ22万人、うん という数字にしておりますこれはですね平成26年の,、はい、あの子供の生まれた数、うん、これが4万4万人なんです、ねはいはい、だから5倍して,倍して、はい、兵庫もそうですがあのこの確保するためには結婚してもらわなきゃいけないという意味で今兵庫の出会いサポートセンターは、はい、あの完成お見合いを中心に運用してますけども年間だいたいねあの200組近く。 成立してるんです。あ、そうですか。はですからあの今度ね、東京に出張所を作ろと。あ、そうなんです東京にもね、雨を払ういうことにさせていただいています。それからね、不妊治療も悩んでる人も多いんですよね。であの国の制度はですね、あの年齢制限、それから回数制限があるんですが、もうあの県は助成額、う五万円を 年齢なし、なし、はい、回数制限なし、で、出そう、はい、ということにして、応援をします。はいはい、それから、あの、次の子育て環境の整備なんですけれども。お、十代の保育所っていうのは、えー、保育にかける子。はい、つまり、お母さんが働きに行ってる子。それから、あの、幼稚園は、保育にかけない子。が、行ってたんですね。はい、だけど、認定子ども園は、保育にかけても、かけなくても、入ってもらいましょ、はい、今年度、二十七年度は。 あ230の円が発足します、はいはい、それからあの働いてるお母さんが子供困られるのが子どもさんが病気になった時に、うん、特に保育所に行ってる子どもさんが病気になった時に、はい、働きに行けなくなくっちゃうんですね面倒を見る人がいないからです,、ねはい、ですからあの小児科のお医者さんに、うんまあ、小さくてもいいから。はい、あの 病児病後保育事業をやってもらう<ー>ということを、はい、あの基本にして、はい、あの普及を図りたいと思って、えー、います、はい。では続いて社会増対策なんですけれども、はい、これはまあ県に人を呼び込もうということでもあるわけですね。このね社会増の問題って非常に重要なんです、うん、と言いますのはあの平成二十六年兵庫県、はい、あのー、社会員七千人なんですよ。 ははい、少なくとも社会増減ゼロに持っていかれいい <laughs> ると、はい、いうことだと思いますが、はい、あの一番の目的は U ターン J ターン I ターンですからあの首都圏での就職面接会なども応援したい、うんあはい、それからふるさとで仕事をする場合も応援しよう、うんうん、それから若者の就業定着支援と、うん、しましてねできるだけ学生とのマッチングを推進して、うん 県内企業に就職発展をしていきたい。うん、ですから三番目はね、田舎で街道プロジェクトっていうのを始めまして、はい、相談窓口を、うん、あのワンストップでできる相談窓口を作りますのと、お試し教授っていうのをやってます。はい。最後に地域の元気づくりなんですけれども、はい、おこれちょっと広範囲に当たりますので、まずはこの産業分野からですね。はい、そうですね。まあ今回の目玉はですね、産業立地をあの。 徹底的に促進しようということで、うん、1一つは大都市圏からの本社機能を移転した場合の対策、うん、助成措置を充実したんですが、うん、もう1つは県内外の企業が、はい、あ県内に新しい事業展開をしてもらったら基本的に法人事,事業税を負けようと一定期間5年間、はい、4分の1から2分の 1,、うん、1> ですから これをね、うん、ぜひあの活用してほしいなと思っています。すねねはい、中小企業の制度融資は3000億円でリーマンショック前の水準にしましたが、はい、保証料と利率を大幅に引き下げました。うん、あの3割保証料引き下げてますので、はい、あの利用しやすくなったと思います。うん、それからあの新しい農林水産業の展開の中で。はい 特に強調したいののは農業施設制度なんです例えば温室を作るとかねあるいは畜産の牛舎を作るとかねこういうのを入れますと数千万円かかるんですねでこれをですね今までは借金で整備してたそうするとね返済をね滞っちゃいけないんですがその責任全部自分でしょうわけですねしかも農家は農業経営もして 反応開拓もこれをですね農業施設を農協等が作って頂い,いて、はい、それで農家に貸していただく、はいはい、そうすると毎月毎月の利出量を稼げ出しゃいいわけです。ということで農業経営の経営責任だけ一生懸命負えばいい施設整備の責任は農協等が負っていただく、うん、ということになりますので。はい あの農業の新規参入やあるいは施設拡大につながるんじゃないかということで始めました、はいうんうん、さあ続いては1人暮らしのまあ高齢者も多くなってますがこの辺りのケアについてですけどもんここはね2025年問題と言われてるんですね。はい、それはななぜかととというう私よりももうちょっと下ののの段階の世代がな、はい、みんなあの 後期高齢者75歳を超えるのが2025年なんですでその時に特別養護老人ホームのような、うん、あの社会福祉施設だけで、うん、あのまかないきれるかっていうと賄、うん、いきれないんですね、はいはい、在宅の見守り体制を強化していく必要がただあの定期巡回随時対応サービス24時間サービス をする事業者がですね。はい、少ないんです。うん、だこれをあの参入しやすくするために、うん、県としてもあの助成措置を。充実しました。はい、えさて、淡路花博2015も始まっております。けれども、はい、この賑わいづくりっていうのも大切ですよね。ぜひあの成功させたいと思いますし、はい、それ以外の地域も会いたい。兵庫、はい、兵庫にどうぞおいでください。という、はい、キャンペーンをー繰り広げまして。はい 交流人口を増やしていいきたそれからスポーツもですね第5回の神戸マラソンやりますし今年ビエンナーでも行われるんです神戸ビエンナーそれでここにバッチもありますけどそれ3つあってその一番大きいのがこのバッチですがこのバッチですけれどもこれはね2021年オリンピックのあのに関西全体で障害スポーツのオリンピックと言われてる ワールドマスターズゲームズを開催しようということもうあの決まったんですこれは初の試みですか、えー、あのアジアで初アアジでア初、はいはい、それで第10回目という記念すべき節目の大会を行うということで組織委員会もできまして、はいえー、準備を進めています、はいえー、ここまでは平成27年度の県政について知事に話を聞きました。 え最後に一時から県民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、あの冒頭にも申し上げましたように、二十七年度の県政、えー、ポスト二十年、阪半島アマジカはポストポスト二十年を睨んで、えー、安全の確保、これを第一に進める。そして、えー、地域創生、えー、人口が減少していくのを何とか組み留めるような対策を、はい。 進めていきたい。えー、この二つを、中期、長期的な課題として、そのスタートの予算ということに今年いたしましたので。きちっとスタート出しよく、目標に向かって走っていけるようにしたいなとこう思っています。あの、県民の皆さんとともに、あの活力ある、安全で安心できる。元気なふるさと兵庫づくりを進めてまいりますので。 どうぞよろしくお願いいたします。